はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は、信長の野望大師、幕末志士転生物語の続きをやっていきたいと思います。前回は、徳川家のね、つばぜり合いを行っていこうということで、お互いに出兵しているという状態です。で、土佐藩、山内家としてはね、島津と組んで、これを一気に跳ね返そうというところからスタートしていきたいと思います。ではまずね、この洲本城、ここで決戦に及ぶことになると思うので、ここに迂回するか、もしくはね、もう徳島城に迫ってきている家持軍とぶつかるか、ここちょっと見極めていきましょう。では時間を進めていきます。毛利と島津、ここは厳しいな、合戦始められても。そうすると今、坂本龍馬隊1万が伊沢城で家持の部隊を迎え撃つという算段ですね。で、別動隊、山内忠義隊が洲本城に向かっているという状態です。徳川と池田、これはちょっと厳しい戦いだな。天神山城、落城の可能性が高いですかね。我が領内に敵が迫っております。で、津山城にも22,400、多すぎるだろ22,400は。ここは一旦決戦の指揮を取って確実に家持隊を撃破していきましょう。ただ加藤義明がちょっとピンチかなという感じがありますね。ここは確実に敵の部隊を言ってみれば壊滅させて、敵の優秀な武将たちを根こそぎ撃破していきたいというところですかね。あとは、罠関係で至る所に罠を仕掛けていきましょう。で、鉄砲水、いつものね、得意の鉄砲水のところに敵を引き込んでいきます。覚悟せよ。敵も部隊数はいるものの数は少ないと見えるので、確実に敵を殲滅して武将たちを刈り取っていきます。ご命令を。覚悟は良いか。始めるぞ。このままでは逃すものか。始めるぞ。下地よ、覚悟は良いか。ご命令を始めるぞ。ご命令を始めるぞ。敵の居所など知れている。いや、大将を先に潰すのはありえないな。敵の居所など知れておりますな。覚悟は良いか。周りから潰していきましょう。ご命令を。ご命令を始めるぞ。始めるぞ。おとり挑発は発動されたところでなんてことはないので、確実に敵の武将たちを打ち取っていきましょう。始めるぞ。始めよう。家持隊を先に潰してしまいましたね。ただ大将は大将。これで洲本城攻撃部隊と合流して、あるいは別動隊として、徳川領に迫る、その道筋がつきそうですね。ただどこかにうまく押し込めたと。おお、そういうものではちょっとなさそうなんで、一旦徳島城まで進出して徳島城で敵の部隊を迎え撃ちましょう。で、気になるのが津山城だな。ここも徳川軍に池田家がやられるかと思いきや、池田家が勝利した。マジか、やるな。待機する。報告します。先月の収支です。さあ、ではね、徳島城、曽我城、この辺り一帯に関しては、まあ、再び新設あるいは建設で巡検所を建てておきます。かしこまった。巡検所がなくしてかしこまった徳川の大軍を撃破する術はないので、かしこまりました。あと気になるのは津山城、ここの決戦がどうなるかだな。大同寺軍は一度城に戻らせましょう。大義名分を発動してきたな。さらに大義名分、大義名分2回重ねてくるってできるんだ。で、敵は18000になって洲本城にいる。だったら、山内隊は一度徳島城に待機して、ここで敵を迎え撃ちましょう。危ないのは慶喜隊が津山城に迫っているっていうところかな。ここだね。津山城をなんとかね守りきりたいところなんですが、敵の数が多すぎる。ただ場所が狭くて徳川慶喜はただ1体のみ。いや、これは勝機があるぞ。しかも慶喜を討ち取る好機と見た。違う。加藤隊が4300、ただ1体なんだな。となると、ここは作戦で全軍突撃、いや、全軍突撃も危険だな。どうする？奈落。できるだけ奈落に敵を引き込んでおいて、こちらは慶喜の首、それを取りに行くしかない。慶喜はどこにいる？とりあえず慶喜にバレないように近づかなきゃいけないね。よし、敵の数800まで減らしたので、あとはどれくらいこの戦いに参加していない兵が残ってるかというところですね。敵の方1万残ってるか。1万残ってると津山城落城の恐れがあるな。津山城が奪われましたね。やってくれる。ここで収穫があったのはまあ、一つプラスの材料ですね。報告します。先月の収支です。ご命令ください。ではここは長期戦に備えてしっかり、農業をやっておきましょう。かしこまりました。で、城を奪われてはいるものの、肝心の四国にね、乱入されないことがすごく重要なので、そこから確認をしていきます。よし、敵は兵を引いた。であれば一気に洲本城になだれ込もう。参ります。戦場上限が8500にされるのか。8500で戦うのはきついよな。となればまずは天神山城を取りに行きますか。出陣します。で坂本隊も参るぞ。津山城奪還に向かいましょう。出陣するぞ。報告します。先月の収支です。さあ表情です。表情は対面はもう今必須なので、これに数が足りていない商業を入れて、農業を入れていきます。対面はもう今や必須中の必須。これにて表情を終わる。でそれに伴ってどうだろう、造船術、いや捨てがまりかな。捨てがまりを入れておこう。さらに逃げ弾城、このあと徳川軍と厳しい戦いが続くと思うんで、志果たさずして将は終えられない。使ってくるね。こちらも国衆将兵を発動していきます。皆の力合わせよう。さあ天神山城ですね。ここは包囲で86日、ちょっと待ってね。包囲で86日、86日包囲するか。その間に敵徳川軍の5詰めがやってきそうな気はしますけどね。ご命令ください。あとは注意しなきゃいけないのが兵糧が少しないから兵糧を買っておきます。ありがとうございました。で徳川勢がやってきているということ。我らに負けても恥じることはない。よし、津山城が奪還したね。津山城を奪還したら、奪還した部隊で鳥取まで攻め込みましょう。出陣するぞ。徳川隊がここで池田隊と激突。ここは徳川勢が勝利か。さあ鳥取城ですね。鳥取城は自動布陣強行20日で落とす。なんとしてもね、徳川の力を削いでいかなきゃいけないので、そのためには皆が一致団結することが必要なんですが、少し味方の方、ほころびがあるようにも見えるので、個別にね、やっぱり和睦をされていくと、残った我々、土佐藩が狙い撃ちにされるリスクが出てきてしまうと。いうところですかね。ではここも兵糧を買っておきます。もう合戦に備えて兵糧をちょっとでも確保しておきます。蜂須賀と徳川も和睦か。で徳島城に6万5000、6万5000、相当な数だな。まず徳川に対して和睦の交渉を申し入れよう。タイミング的にはちょうどいいと思います。であとは徳島城に部隊をとにかく集めよう。なんとか持ちこたえてもらうしかないのでね。よし鳥取城はどうしたね。これで前線が鳥取城に移りました。おお、裏臭いか。死んでもらおう。76歳では坂本城から騎乗します。龍馬を騎乗させます。報告いたします。先月の収支です。表情です。ここも軍事と対名、少ないものを優先的に入れていきます。で、特に絶対に外せないのが対名なんで、これにて表情を終わる。で、対名発動できるものがあれば足軽精錬を発動しておきます。皆の力合わせよう。徳川より交渉の申し出、無条件で OK だ。飲もう。危なかったんでね。よし。そしたら津山城を奪われたものの、取り返した上に鳥取城も取ったので、一旦有利に戦えるね。行きます。全ての兵を騎乗させる。その上で次のターンで武将を配置していきましょう。毛利と池田、もうここもどっちにもつかずだな。鳥取城で一騎か。まあただ確実に城一つ取ったというのはありますからね。では武将を配置していきます。いないところ、まずは最前線鳥取城だな。高知城からある程度戦える人も入れておきたいので、同意を入れておこう。最低3人は欲しいね。で、津山城も同じく最前線になるので、津山城にも戦える武将、統率の高い武将を入れておく。後藤象二郎だな。あとは高知城から弥太郎と高近を入れましょう。かしこまりました。さらに最前線ではないものの吉田郡山城、群馬城、この辺りにも武将を入れておきましょう。ただちょっと数が、武将の数が足りないな。家定、徳川家定を入れておく。まあ、前線から離れてるのでね、城ごと寝返られるというリスクは、まあ、極めて少ないかなというふうには思います。あと、高知城から信綱ぐらいかな。あと、大津城から脇坂も入れておきましょう。いや、本当に数がね、武将不足になってきている感は否めないので、ここは、中身をしっかり見極めながら武将を配置しておきます。で、もうすぐにでもやっておきたいのが準検所ですね。準検所、うわ、準検所ねえし、どう考えても準検所だよ。ここはかしこまった。承知いたしました。かしこまった。撤去して、撤去したところに準検所、準検所作ります。継続発展も準検所を中心に作っていきたいんですが、まあ、一旦このね、津山城鳥取城の防御力を強化していきたいと思います。じゃあ続いて防兵も見直しましょう。鳥取城今一騎中ですね。津山城の方ですが、最低でも6000は欲しいよな。で、今からしばらくは徳川軍とは休戦状態ということになると思うので、この後、天神山城、姫路城というところを落としながら、先々を見据えていきましょうか。もうすでにね、最前線が土佐藩と徳川幕府との戦いになってるので、まあ、後ろはね、島津とは問題はないかなとは思うんですけども、まあ、しっかりした対応をやっておきましょう。島津とは絶対に離れられないので、心象上限の130まで高めておく。あとはそうだな、対徳川っていうことを睨んだ場合、徳川に組みしているその他の大名家がどういったところがあるか確認しておきましょう。改めて。新徳川と言っていいね。いやーもう全部新徳川だな。伊達に関してはただ、うまく事が運べば味方になってくれる可能性はあるよね。ただちょっと遠すぎるのでまだ何もできない。うん。はい。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回は、この、播磨。この辺り一帯でね、徳川軍とつばぜり合い。もちろん、かつつばぜり合いをやっていきたいというふうに思っています。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。